はい。皆さん、こんにちは。村長スタジオです。以前に出しました、ウェイブスの CR8 というサンプラーですね。これもおかげさまで、約2000人ぐらいの方が見てくれました。改めて、これが便利だなというふうに感じたところがありましたので、少し皆さんに新しいネタをお話ししたいと思います。新しいネタと言いましても、 もう皆さんも十分に使ってらっしゃる場合があると思うんですけれども、ここのプリセットのところにですね、セットアップというのがあるんですね。そのところにドラムキットというのがあるんです。これをロードしますと、8つのタブがもう初めに揃ってるんですけれども、どれを見ても何の音もないわけですね。これはいわゆる空のプリセットなんですけれども、 とってもよくできていまして、このピアノの部分を見てみると、ピアノの発見にこのように8つの箱があるというようなものなんですね。この1個1個に入れることによって、ドラムの打ち込みがとっても楽になるというからの箱なんです。ここで CR8 と連動するコスモスというサンプラーを出してみます。 これがコスモスの画面ですね。これは基本的に無料ですので、ぜひともゲットしてみてください。たくさんの音ネタがここに入っています。今もなおそんなに高くなくですね、CR8 は3960円ということになっておりますけれども、定価4466円と本当に手ごろな値段のサンプラーなんですけれども、とっても でもよくできてると思います。最近 IK マルチメディアがサンプルタンク4にドラッグドロップで自分の好きなサンプルを入れて音を鳴らせれるように強化したんですけれども少し見てみる機会があったんですが全然良くないですね。細かなことはできるんでしょうけれどもどこでどうするのかいわゆる難しいことと IK マルチメディアのアップデートはドラッグをしてサンプルを読み込んだとしてもそれだけでは動きませんデータベースを再構築しないといけないんですがまたそのやり方がとっても難しいと IK さんの批判をするわけではないんですけれどもこれで勝ったユーダーの人が使えるのかというほど難しい作りになっていますその点この CR8 はとっても 優秀だと思います。そこでこのようにネタがありましたら、よくあるように、銅の音にキックドラムを入れてみたいと思います。インストゥルメントを検索するのには、コスモスのこの部分を選択しまして、ドラムスを選んでみます。そして、キックを選ぶと、キックばかりがチョイスされます。聞いてみましょう。 はい。じゃあ、このちょっと響きの残るサンプルを1のタブに入れてみたいと思います。ダブルクリックすると入ります。もしくはドラッグドロップで入ります。そして2番目のところにスネアを入れてみます。はい。スネアが選ばれました。これを入れましょう。では、次はハイハット。ハイハットはインストゥルメントの中で ドラムとはちょっと分けられていまして、シンバルスというのがありますので、その中でハイハットを選択します。スネアは切っておきます。はい。このクローズを入れてみます。次に4番目にはオープンを入れます。ちょっと長すぎるって感じですね。はい。これぐらいにしましょう。 この他にも入れたいものがあれば入れていけばいいんですけれどもこのように基本のセットを4つセットしました。ここに鍵盤が見えていますけれどもここで音を鳴らすことができます。はい。このようにできるわけです。もしハイハットオープンが 長すぎると思えば、このようにカットしましょう。そしてフェードしておきます。はい、このぐらいに合わせました。そうしましたら、簡単な打ち込みができると思うんですね。 ここで4小節分を入れてみましょう。4小節の箱を作りました。これで録音をしていけばいいわけです。こういうドラムキットを入れる場合は、このようにループを作っておきまして、打ち込んでいけばいいと思います。まずドラムを4つ打ちしたいと思います。メトロノームを入れまして、1小節カウントを入れておきます。 はい、バスドラが打ち込めました次はスネアを打っていきますはいじゃあ次はハイハットを打ちます これで打ち込みが完了しました。このようにサンプラーでドラムキットを作れるということになります。こういうのができたらちょっとおまけな話なんですけれども、こういうパーカッション音源ですね。パーカッション音源をちょっと出したら、もうほとんどドラムのトラックはできたも同じようなものでして、これも一緒に録音をしてみたいと思います。今 手が映ってますように、ファーからレーまでの領域ですね。ここらを押すといろんなリズムパターンが変えれますので、これをちょっと押すだけで、とても味のあるパーカッションが打ち込めます。やってみましょう。はい。 こんな感じで簡単に打ち込めます。聞いてみましょう。もしかすれば、こちらのハイハットを抜いた方がいいかもわかりません。聴き比べてみましょう。こんな感じと、ハイハット抜きにします。抜くと言っても、ここで消してしまうと、後であ,あった方がとか思ったらダメなので、 こういう時は、スタジオワンの場合、シフト M で、ミュートだけしておくと良いでしょう。じゃあ聞いてみます。どうでしたか僕はやっぱりハイハットがあった方がいいかなって感じがしました。 はい。まあ、使いどころで一概には言えませんが、こんな感じにドラムトラックを CR8 を使って便利に使えるプリセットにあるセットアップのドラムキット。これをうまく活用する方法というのをお話ししました。村長スタジオでした。